でいい結果が出たのですごく自信につながるんですよ。4月は調整路なので自分は少し苦手なところもあるんですけど、今回いい記録が出て松本優さんにも勝てたので自信につながったので、4月はもっといい記録を狙っていきたいなと思います。足りないところだらけだと思うんですけど、もうやるしかないのでしっかりと練習を頑張りたいなと思います。派遣標準記録を個人で2種目突破を狙っています。ありがとうございました。ありがとうございました。